下腹ぽっこりが気になる。だけど腹筋は苦手。しかしお腹をへこませたい。そういった方におすすめな、エルボークランチというのを紹介していきます。今回たったの20秒でしっかりお腹に効かすことができるので、苦手な方、得意な方、一緒に頑張ってみましょう。今回の動画を最後まで見ることで、簡単に下腹に効かす方法というのが分かってきます。下腹を鍛えられて、腹横筋を鍛えることで、お腹が確実に前よりへこんできます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋苦手だけどお腹をへこませたい、特に下腹が気になるんです、そういった方におすすめなエルボークランチです。レベルに応じて初級、中級、上級と3種目各20秒ずつ行っていきます。1種目だけやってもいいですし、できる方は全部やっても OK です。エルボークランチのいいところはですね、下腹に効かすフォームを作りやすい。そして肘をつくことで足をゆっくり動かすことができて、下腹により効かすことができます。一緒に頑張っていきましょう。それでは初級からやっていきます。はい、エルボークランチ、その名の通りクランチの状態で肘をつきます。肘をついて体を起こすんですけど、今回特別スマホ持ったままできます。肘ついてスマホ持っときます。これで体をちょっと起こします。ちょっと肘で床を押します。そしたら腰の部分が床につくと思います。肘で体を起こしすぎると床につく部分が腰とお尻の境目になってしまいます。そうなるとお腹が締まりにくいので、しっかりこのお尻から腰、これぐらいの幅を床につけます。でスマホ持って、これで足を縮めすぎると負荷が軽くなって下腹効かないので、少し向こうに持ってって体をキープ。上体は起きすぎず胸から上ぐらいが浮いてる感じです。これで20秒キープしていきます。息はできるだけ長く吐きます。スタート。ゆっくりですね、息をぐーっと吐きながら足を少しずつこのように動かしてみてください。お腹にしっかり効きます。長く吐いて OK。 ガー、初級からしていきなりきついです。今度は足をこのようにゆっくり動かします。あんまり体を起こさずに肘をついて少しだけ起こしていきます。これが中級編です。息はできれば呼吸2回、10秒間息吐いてください。それではいきます。スタート。息をどんどん吐いて、吸って吐いて、ラスト上級編です。上半身は一緒です。肘ついてスマホ持って少し起こす。今度は足を伸ばす。ゆっくりこれぐらいのペースで動かします。呼吸は2回、10秒吐いてください。それではラストいきます。スタート。足はゆっくり伸ばしたまま少し肘ついて吸って吐く。お疲れ様でした。初級、中級、上級、3種目ともしっかりね、下腹と腹横筋に効いたと思います。これもし肘がないとこの状態でキープになるので、難易度がすごい上がるのと首が疲れやすくなります。ちょっと肘をついて体を起こすだけでちゃんと効くのに楽にできます。今回の肘つきクランチ、めちゃくちゃおすすめです。ポイントは息をしっかり吐き続けるっていうのと、足をゆっくり動かす。
やはり早く動かすとお腹が緩む時間ができるので、ゆっくり足を動かしていくことによってお腹にずっと効く感じがキープできて、なおかつ上半身は安定させれているので、肘をつくことによって上半身の腰のつく部分、あそこを床にしっかりつけて下腹に効かすフォームというのが作れて、なおかつ下腹に効かせられる、すごくやりやすくてお腹が気になる人にぴったりな腹筋方法です。頑張ってやってみた方、お腹に効いたよとか、これみんなに紹介したい、こんなやり方あったんだとか、そう思った方はですね、グッドボタンやコメント、そして SNS もやってますので、説明欄からリンクのフォローしてもらって、ぜひ動画のシェアとかですね、各 SNS によって配信方法が違いますから、チェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。